ゴラン・イワニセビッチ。ゴラン・シムン。イワニセビッチ。ゴラン・シームーン・イーベネチ・ビッチ。1971年9月13日体は、クロアチア・スプリト出身の男子プロテニス選手、テニス指導者。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス20位。ATP ツアーシングルス22勝、ダブルス9勝。性の原音により、近い表記はイワニシェビッチであるが、 報道等では岩ニセビッチが一般的である。2001年ウィンブルドン選手権男子シングルス優勝者。また3度の準優勝がある。ATP マスターズシリーズ優勝3回。身長193センチメートルの長身から繰り出される左利きの高速サーブを最大の武器とした1990年代を代表するビッグサーバー。岩にセビッチのサーブは サンダーサーブという愛称で呼ばれ、左利きのクイックモーションから打ち出される高速サーブは、通算サービスエース数1183本の歴代一位記録を長年保持したと、サービスエースを連発していた。現在は、同国の後輩に当たるイボカロビッチが1247本のサービスエースを記録し、更新している。1988年に、プロ入り。 4大大開発出場は、同年のウィンブルドン選手権で、1回戦で、アモス・マンスドルフに敗れた。1989年全豪オープンで、イワニセビッチは、ミロスラフ・メチージュとの準々決勝が勝ち進み、同年の全仏オープンでは、ステファン・エドベリとの4回戦まで進出している。イワニセビッチが、世界的な知名度を高めたのは、1990年。 全仏オープン1回戦で、第2シードのボリス・ベッカーを5から7、6から4、7から5、6から2で破り、トーマス・ムスターとの準々決勝に進出した時だった。この全仏オープンは、第1シードのエドベリと、第2シードのベッカーが、同時に1回戦で敗退する陳時で幕を開けた、回であった。続く、ウィンブルドン選手権で、イワニ・セビッチは、ノーシードから、 初めての準決勝に進出し、再び、ベッカーと連戦する。この時は6から4、6から7、0から6、6から7で敗れたが、この一連の活躍で18歳のイワニセビッチは、将来有望株として、評判を高めた。しかし、イワニセビッチのキャリアは、苦難の連続だった。1992年ウィンブルドン選手権で、 初めての決勝進出を果たしたが、アンドレアガシに7から6、4から6、4から6、6から1、4から6のフルセットで敗れて、準優勝。同年には、バルセロナ五輪において、単腹銅メダルを獲得している。1994年と1998年にも、ウィンブルドン選手権の決勝まで進出するが、共に、ピートサンプラスに敗れ、 三度の準優勝で、無冠の帝王と呼ばれた。岩西ウィッチは、ウィンブルドン選手権での印象が強いためか、最初期を除いて、他の四大大会での活躍はあまり目立たない。しかし、1996年全米オープンでは、ベスト4に進出している。ダブルスの分野でも、1990年と1999年、全仏オープン男子ダブルスでの二度準優勝があった。 1990年の全仏男子ダブルスではペトル・コルダと組み、1999年はジェフ・タランゴと組んだ。その後ろ肩の故障から世界ランキングを大きく落とし、2001年ウィンブルドン選手権は主催者推薦での出場となった。この年は第2週から連日雨に悩まされ、試合日程の消化が、 大幅に遅れたが、その過酷さを勝ち抜いて3年ぶり4度目の決勝進出を果たす。この道のりは、決して平坦ではなく、2回戦以降、カルロスモやアンディロギック、マラトサフィンなどの強敵を次々と下し、準決勝では地元のキムヘンマンを7から5、6から7、0から6、7から6、6から3の死闘の末に退けた。決勝戦では、 パトリック・ラフターと激闘を繰り広げ、6から3、3から6、6から3、2から6、9から7のフルセットの末に、悲願のウィンブルドン初優勝を果たした。クロアチア人、テニス選手の4大大会優勝は、1997年、全仏オープン女子シングルス優勝者、イバマヨリである。イワニセビッチは、男子の初優勝者となった。 2004年ウィンブルドン選手権3回戦で、レイトンヒューイットに2から6、3から6、4から6で敗れ、現役を引退した。現役引退後は一時投資家として建設業などへ投資していたが、投資した事業がほとんど失敗し、一時は破産寸前に追い込まれたと伝えられている。2011年の PBZ ザグレブインドアで、後輩のマリン・チリッチと組んで、ダブルスに、 出場、一回戦で敗退している。またデビスカップ2012では、一時クロアチアチームの監督代行も務めた。2014年から2016年の間マリン・チリッチのコーチに従事し、2014年、全米オープン男子シングルスにて、クロアチア人では自身以来の四大大会優勝に導いた。サッカー好きで、特に、 地元チームであるハイドゥクスプリトのサポーターとして知られる。2001年ウィンブルドン選手権優勝後には、実際に同チームと選手契約を交わしており、本当に試合に出場するのではないかとも噂された。2013年現在、息子たちを4部リーグの NK クスト社でプレーさせているが、ハイドゥクとクスト社が直接対決した際には、ハイドゥクの応援にり、息子の不況を買った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。